カール・フリードリヒ・セルターは、ドイツの作曲家、指揮者、音楽教師。ツェルターは、ベルリンに生まれ、ベルリンに没した。ドイツの文豪ゲーテとは親しい間柄であり、ツェルターの作品には、ゲーテの詩に付けられたものもある。彼はその経歴の中で、約200曲の歌曲と共に、カンタータ、ビオラ競奏曲、ピアノ曲を作曲した。ツェルターの門弟には、フェリックス・メンデルス・ゾーン。 ファニー・メンデルス・ゾーン、ジャコモ・マヤ・ベア、オッー・ニコライ、ハイン・リヒ・ドルンがいる。中でも、フェリックス・メンデルス・ゾーンは、彼のお気に入りの生徒だったようであり、彼はゲーテに、その12歳の少年の才能を自慢して、書き送っている。メンデルス・ゾーンは、ピアノ史重奏曲、第2番へ、単調作品2を、セルターに検定している。 チェルターはメンデルスゾーンに自分が大バッハの音楽を強く愛していると説いており、これがきっかけとなり1829年のチェルター公演によるバッハのマタイ受難曲の疎遠が実現した。この画期的な出来事を境に、当時は古めかしいと考えられてほとんど忘れられ、演奏の機会のなかったバッハの作品群が一般に再評価されて復活することとなったのである。 メンデルスゾーンは、チェルターキき後、合唱団ベルリンジングアカデミーの指揮者の職を継ぎたいと希望していたが、代わりに、カール・ルンゲンハーゲンがその地位を託されることになる。昔のベルリンの男性シリーズの切手1952年、チェルターは、最初の妻ゾフィーエレオノーラ・フレイリッケがこの世を去った後、あと、1796年に、ユリー・パップリッツと結婚した。パップリッツは、 ベルリンオペラでよく知られた歌手であった。セルターはベルリンのゾフィー教会に眠っている。セルターはカールフリードリヒファッショの伝記を記しており、初版は1801年にベルリンの JF ・ウンゲルから出版されている。ありがとうございます。